2014年サッカーワールドカップと2016年オリンピックに向けて再開発されたリオデジャネイロの港湾地区。VLT は2016年開業。オリンピックレガシーとはオリンピック開催後に残る有形無形のもの。オリンピックのような大規模な競技大会は開催地に長期的な影響をもたらす。特に2000年代以降重視されるようになった概念である。 レガシーには、道路や鉄道、競技施設など、有形のものだけでなく、大会の結果として得,得された新しい知見やシステム、関係といった無形のものも含まれる。発展途上地域におけるレガシーは、ハード面が中心となるが、成熟社会では、ハードだけでなくソフトのレガシーを創出し継承することが求められる。有形のレガシーは、 定量的な分析がよく行われているのと比較して、無形のレガシーは捉えることが困難であるため研究が不十分であり、その測定の重要性を主張する研究者は多い。荒廃したオリンピックソフトボール上レガシーはポジティブなものばかりとは限らない。2004年に夏季オリンピックを開催したギリシャは、その後財政難に陥り、 大会で使用された競技施設の多くが活用されず荒廃している。招致活動でポジティブなものが強調されるのは当然であるが招致成功後はネガティブな事項も十分に議論しポジティブなレガシーへ変えていく努力が重要となる。オリンピックの開催を招致する都市は開催によるレガシー創出の具体的なプランを国際オリンピック委員会に提出する。 これは2002年 IOC がオリンピック検証に2プロモート A ポジティブレガシー from the オリンピックゲームズツ the host cities and countries と書き加えたことによる。その意図するところはオリンピック開催に伴い整備したインフラストラクチャーを無駄にすることなくオリンピックを体感した若い世代の豊かな人間性の情勢を促すことにある。 2012年どんどんオリンピック大会関係者の団として有形無形の社会変化は大会時に突然生まれるものではない。事前にどれだけ人々の関心や機運を高め、機会を最大限に活かすかで、その成果は大きく変わってくるとしている。巨額の資金を投入して大会を開催する以上、オリンピックが単なる一過性の祭りに終わったり、 建設した施設が有効利用されず維持費のかかる荷物になったりしないよう、招致活動開始時から立候補都市は、レガシーのための施策が問われることになる。仮に開催が実現しなかったとしても、招致がきっかけとなって、レガシーが生じれば、その都市にとって、招致活動自体が意義あるものとして、相応の価値を生み得る。レガシーという言葉が、オリンピックに関連して、 初めて使われたのは1956年メルボルンオリンピックの招致時であったが大会開催の説得材料としてレガシーという考えが必ずしも浸透していたわけではなかった。2000年代以降レガシーが IOC にとって特に関心のあるテーマとなった理由には3点が挙げられる。第一に レガシーがポジティブなものであれば、開催地の世論による IOC への非難が回避でき、大会は開催地にとって好ましいのだという証となる点。第2に、大会インフラに貴重な公的資源を用いる正当な理由となる点。そして第3に、他の都市や国が大会開催に立候補する動機となる点である。立候補需要の低下は IOC の力を弱め。 オリンピックの存続を危ぶませる。1998年にソルトレーク式オリンピック招致の買収スキャンダルが発覚し、IOC は招致活動の透明化を図るため、招致に関するルール等を大幅に見直した。オリンピック存続への強い危機感の結果、招致の段階にも考慮すべき重要なテーマとして、レガシーのための取り組みが強化され、2012年大会の 承知活動からは、プランの提出が必須となった。レガシーの概念は多様化しており、研究者によっても様々な分類がなされている。レガシーは、分野横断的でもあるため、評価の包括的な枠組みを構築することは難しい。IOC は、オリンピックレガシーとして、以下の5つのカテゴリーを挙げている。スポーツレガシー、スポーツ施設の整備。 スポーツ参加の向上など社会レガシー、開催都市の地位、文化価値の創造、教育、官民の共同など環境レガシー、都市の持続可能性、新エネルギーの導入など都市レガシー、都市開発、交通インフラの整備など経済レガシー、経済活動の活発化、雇用創出、観光客の増加など建設中の、 オリンピックパークイギリス政府は2007年に2012年ロンドンオリンピックに向けた5つの約束を発表した。その中でロンドンのイーストエンド地域中心部の改造及び持続可能な暮らしのためのオリンピックパーク計画の策定が打ち出された。イーストエンドに位置するオリンピックパーク一帯は産業革命以来工場や産業廃棄物が集積していた地域で、 土壌汚染が深刻な問題になっていた。長年放置されていた地域だったが、最新技術を用いた土壌洗浄により利用可能な土地へと再生された。オリンピックパーク内に建設されたロンドンスタジアムは大会後に多目的スタジアムへ改装され、主にウエストハムユナイテッド FC のホームスタジアムとして稼働している。同スタジアムは2015年ラグビーワールドカップ。 2017年世界陸上競技選手権大会でも会場として使用された。1963年共用開始の江戸橋 JGT1964 年東京オリンピックのレガシーとしては東海道新幹線や首都高速道路の整備、ホテルの開業に合わせた後期短縮目的で開発されたユニットバス、選手村での食事提供に用いられた冷凍食品、 衛星放送の実現とカラーテレビ、ピクトグラムの普及などが現在に受け継がれている。また、国立代々木競技場、東京体育館、日本武道館、馬事公園など前東京オリンピックで用いられた競技会場を2020年のオリンピックパラリンピックで再利用することになり、これらがある山の手側をヘリテッシゾーンと呼ぶ。加えて、 国立代々木競技場を世界遺産に登録しようという建築からによる運動も始まった。1998年長野オリンピックでも長野新幹線の開通がある一方で、府のレガシーとして、学校競技場設営問題のような環境破壊につながる事象も見られた。1940年に開催予定で中止となった東京オリンピックでは新幹線の前身となる。 弾丸列車計画とそれに伴う内島海峡、朝鮮海峡下を屈削する日韓トンネル計画が練られ、そこで蓄積された研究成果は戦後の高速鉄道や推定トンネル技術に生かされた。ありがとうございます。